上海駅は中華人民共和国上海市政安区にある中国国家鉄路集団と上海機動交通の駅。上海で最大の駅であり、長距離列車のほか、上海地下鉄も発着する。上海は中国の鉄道網の中枢であり、北京、天津行きの特急をはじめ全国各地に列車が出ている。また、香港間の国際列車もあるため税関が、 設けられている2006年7月上海南駅が完成し、上海市の長距離鉄道輸送が分散された。ホームの屋根は2009年夏から2010年初めにかけて、骨ネイ都市間鉄道の他の主要駅にも採用されている大規模なドーム型のものに改築されている。また、小規模だった北広場側駅舎が改築され、面目を一新している。 中国国家鉄路集団は、路線名称上は京湖線、古今線、湖根都市間鉄道の3路線が乗り入れる。主要な列車は以下の通り。上海軌道交通は1号線、3号線、4号線の3路線が乗り入れる。3号線と4号線は共用駅であり、公共路駅、宝山路駅の区間は3号線と4号線が全路を共有している。 共上駅舎を有する地上駅。2階が出発用コンコース、1階がホーム街、地下1階が到着用の地下通路の構造になっている。駅の入り口は南広場側と北広場側の2カ所ある。上海駅の南駅ビルは1987年に併用された。完成当時は幅156メートル、奥行き30メートル、高さ12メートルの大きさであった。 2000年には南に14メートル2300平方メートル拡張され、南側駅舎の外壁は長さ155メートル、高さ22.5メートル、柱間隔12メートルの鉄骨構造のガラスカーテン壁で覆われるデザインに変わった。北側駅舎は2010年に併用され、面積は15,560平方メートルある。南側の駅舎の 上海ンタンの文字は当時の中国諸法家協会第一人主席のノブルドーが書いた字である。入り口に入ってすぐに階段で登って橋場部分に到達する。切符売り場は南側駅舎の1階部分にある。橋場部分には待合室が複数あり、列車到着までホームに入れないのでここで待つことになる。改札口はホームへの下り階段ごとに個別に、 設けられている。プラットホームは、単式ホーム一面一線と島式ホーム六面十二線、合計七面十三線を有する。ホーム長は500メートル。出口はホームから階段でおり、地下通路を経由して、駅外に出る。地下通路は二本ある。一号線は、島式ホーム一面二線の地下駅、三号線と四号線は、共用で、島式ホーム一面二線の地上駅。 1>, 1号線ホームと3号線、4号線ホーム間は同一事業者でありながら、CR 上海駅の南広場側と北広場側という位置にあり、改札内部でつながっておらず、改札外の理科へとなっている。この駅で乗り継ぎする場合は、別途運賃が必要。また、それぞれの乗り場を連絡する通路は、巨大な上海駅を横断しているために、かなりの距離があり、かつその地下道は、 商店街となっており人の流れが良くないため、乗り換えには十分な時間の余裕が必要となる。すべての路線において案内状の乗り場番号は設定されていない。1日平均約30万人。旧正月のピーク時は70から90万人まで増える。南広場周辺の町並北広場周辺の町並上海駅、北口西側、アジア最大級の巨大。 バスターミナルである。乗り換えについては、例えば地下鉄1号線から乗り換える場合には、上海駅南南東側にある地下鉄1号線6番出口から、上海駅の東端にある地下連絡通路を越えて、地下鉄3号線脇を越えて、上海駅北広場を抜け、上海駅西北にあるバスターミナルまでという長距離を歩くことを要する。または、上海駅南西側にある 地下通路を通り駅の北側に抜ける。路線バスで、上海駅南広場西側から乗り継ぐ場合、ほぼ、上海駅の外周をひたすら歩くことになる。なお上海には42の長距離、バスターミナルがある。上海カ車ャン南広場、上海カ車ャン南広場、夜良い線上海カ車ャタン南広場、上海カ車ャタン、南広場、上海カ車ャン、南広場、上海カ車ャン。 南広場上海貨車丹南広場上海貨車丹北広場上海貨車丹北広場夜宵い線上海駅南広場の地下にタクシー乗り場がある。ありがとうございます。